皆さんこんにちは、谷口信輝です。こちらの HKS スープラ、こちらはですねドリフトをコンセプトとして、作られた車両となってます。まあ、大きな、改造点はまずはそのノーマルの3リッター直六ターボをですね 2JZ に乗せ替え、そしてさらに HKS の 3.4 リッターキットに、ボアアップし、そして、タービンを、4R という、タービンをチョイスし、そして、HKS ハイパーマックスという、サスペンションに変え、馬力をまあ600馬力ぐらいしかまだ出してませんが、まあ、上はいくらでも出ます。そしてこのドリフト仕様のスープラでですね、7月に行われる、イギリスグッドウッドというイベントで、デモランをします。そのために作られた車なので、ぜひ皆さんイギリスのグッドウッドまで見に来てください。